皆さんお疲れ様です。漂白剤で絵を描くアーティストをしております山慶と申します。で今回は新作となる漂白剤を使って描くツバメ返しっていうタイトルの作品を今描いてるんですけど、そちらの方の制作過程をお届けしたいと思います。最後まで見ていただけると嬉しいです。それではご覧ください。まず漂白画について少しだけちょっと説明させていただきます。普段私が描いているのは、漂白剤だけで描くっていうのが、ずっと私のスタイルだったんですけど、この3年ぐらい前から漂白剤で描いた後に、着色していくっていうスタイルを、新しく作りまして、そちらの方を新漂白画と名付けまして、新しくそちらのやり方でも描いております。で今お見せしているこちらの作品も、新漂白画といって、一度脱色書きをした後に今度そこの抜けた場所に今度は着色していくっていう感じで、仕上げております。このやり方によって一度抜けたところに光がこう通って、ライトなどを当てると、綺麗にこう光って見えるっていう技もあったりとか、そういうような演出もできたりして、私はこの一度抜けた後にこの着色して描いた後のこのなんていうんですかね、色味が好きで、私はこのスタイルでメインで描いてるんですけど、個展とかするときはこの作品をもうメインでやっております。他にもアクリル画とかも描いたりするんですけど、もちろんでも私的にはこれが一番自分の中で勝負しやすいし、珍しいっていうのもありますし、漂白画も書き出してだいたい20年ぐらいになるんですが、こちらの新漂白画っていうやつはだいたいまだ3年ぐらいですね。このやり方で私はもうずっと、個展などするときはこれ一本でやりたいなって考えております。で物販とかそういった感じのやつは色鉛筆などアクリル絵の具とか使ったやつなど、いろんなものを売ったりするんですけど、メインはもうこの漂白が1本でやっていこうかなって感じで考えております。でその他にも私は VR アーティストっていうやつをやっておりまして、VR アートっていうのは最先端アートで、VR ゴーグルをかけて仮想空間っていうところに絵を描くんですが、ちょっと初めてだと何を言ってるか全然わからんですね。頭のおかしい感じのこと言おうなみたいな感じになるんですけど、仮想空間っていうのやつがあって、そこにゴーグルをつけて、立体的な作品を描いていくっていうのが、VR アーティストなんですけど、そちらの方も私はやっておりまして、動画のアーカイブから見ることができますので、山慶アートチャンネルは結構いろんなジャンルがあります。であと一つ、私はタトゥーアーティストもしておりますので、そちらの方の作品も山慶アートで見ることができます。であとサブチャンでタトゥーだけのチャンネルも作ったんで、そちらの方も見ていただけると嬉しいです。そちらの名前はホリセンアートっていう、私はホリセンっていう名前でタトゥーの方を活動しているので、そちらの方も検索してもらえると嬉しいです。すいません、ちょっとダラダラいろいろ話してしまいまして、では本題の方に戻ります。で今回使用したこの生地なんですけど、綿 100% を一応使っております。綿 100% じゃないと漂白剤で抜くことができないので、ポリエステルとかはもう絶対抜けないんで、綿 100% の生地を用意して書くときは用意してください。抜けなかった時の生地はもうテーブルクロスになるしかないんで。で私が今使ってるのはシーチングっていう、生地の名称なんですが、ブロードとかいろいろあるんですが、それによって抜け感とか細かさも変わったりして、その目の細かさとかでやっぱ変わるんですよね。その絵柄の細かさとかに合わせてその生地を使い分けたりするんですけど、で今回はシーチングってやつを使用して描いております。でちなみにですが、黒だとこういった感じのゴールドっぽい感じに抜けていくんですけど、これがネイビーとかになってくると赤っぽい感じで抜けるんですよね。なのでそのネイビーとか使って描くときは、鳳凰とかそういうフェニックスっぽいやつはもうすごく映えたりしますね。そこら辺はTシャツとかで最初やって気づいたんですけど、ユニクロスとかのTシャツで
よく3枚とか1000円で3枚入ってるやつとかでもう最初やり始めの時は練習したりして、まあ、そこで色をこんな感じで抜けるんだっていうのを知っていったんですけど、まあいろんなやっぱ生地によって表情が違うんで、意外とこの漂白画っていうのは奥が深いですね。で今やってる作業はもう完成間近なんですけど、まあ、全体的にこの色味を調整しているっていうんですかね、この濃淡の調整を今しているところです。で一度漂白剤で描いた後にその後こう着色していくんですけど、でその後今やってる作業になるんですが、隙間とかにまだ漂白剤で抜けるとこがあればこういう感じで抜けれるんですよね。なので今抜かりなくこう最後の調整をやってるとこです。でこれがまたやりすぎちゃうと全然立体感がな逆になくなってきたりするんで、薄い漂白剤を使ってまあ重ねながら徐々に抜いていくっていうのをこう慎重にやっている作業です。これはもう濃いやつでガンガンやっちゃうともうあらってなるんで、ここも慎重にやらないといけないって感じですね。さっきから同じようなことして全然進んじゃらんじゃねえっていうふうに思うんですけど、意外とこれ変わってるんですよ。今20倍速でお見せしてるんですけど、意外とこう変化してますよね。まあ書いてるときは全然同じことずっとしとっちゃねえと思うんですけど、意外と変わっていってるっていう。どうでしょう皆さん。もうだいぶ完成に近づいてまいりましたね。ちょっと画角を変えてみたりしてみました。まあこんな感じで新漂白画っていうのを描いていくんですけど、まあ私はこのゴールドっぽい色味と、まあ、白の混ざった感じがすごく好きで、まあ品がいいっすよね。まあ自分で言うのもあれなんですが、まあこの感じがすごく好きで、まあこちらでやっていこうっていうので、まあ個展などをして活動しております。8月にはまあ個展もありますので、まあ、今作っているのはそちらの方で、まあ、展示をして販売したいなって考えている作品です。7月に作品をいろいろ貯めて8月の方に展示したいので、まあ、これからまあ時間がまだあるので出していければまた新作のご紹介をさせていただこうと思います。で、まあ、結構とびっきりのやつ1枚描こうと思うんで楽しみにしておいてください。つばめ返し、まあ、こんな感じで仕上がりました。まあ、周りにもみじを散らして奥の方に富士山が見えているっていう構図にしました。ありがとうございました。まあ、よければ高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次週もやまけアートよろしくお願いします。失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。